はいどうもこんにちは、フィギュアです。キーと一貫です。本日は散財タイムでございます。ということで今アマゾンでお安くなっているフィギュアをご紹介いたします。でまずはこちらから、フェニックスさんから発売されていますオーバーロードのアルベドウェディングドレスバージョン。なんと世界1万体限定で発売されていたアルベドが売れ残っているということでしょうか。ちなみにこちら定価が 25,740 円に対して今アマゾンだとなんと税込み送料込みの 15,000 円ポッキリでございます。なんと1万円以上もお安くなっております。1万体限定のフィギュアがですね。まあでもフィギュアなんてね、1万体もねそうそう売れるものではないんですけれどもね。だがねこれはお安いと、このアルベドのボリューム、このねでかい羽とかでかい乳とか、あとはこのウェディングドレスね、まあこれだけのボリュームがあってで 15,000 というのはね結構お買い得だと思います。だからこれはアルベドが嫁という方はまあこの機を逃さずにね、7月になるとアニメの第4期も始まりますので、そうなるとねまた人気が出てこちらの方もまたすぐにね売れてしまうかもしれないので、今のうちにゲットされてみてはいかがでしょうか。購入先のリンクは下の説明欄に貼っておきますね。そしてそんなフェネックスさんからはこちらもあります。お安くなっても可愛いフィギュアは誰でしょう。そう私ですの魔女のたびたびのイレイナ。こちらが今 22% オフの 14,365 円となってます。異例のフィギュアと言いますと、例のねベルファインのやつもあるんですが、あっちはね原作版のイレイナで、でこのフェネックスさんのはアニメ版のイレイナです。でこれもですね別にその出来が悪いとかではなくてですね、評価も高いです。実に116件の評価が入ってて、で星5中の平均が 4.6 となってます。まあアニメ版のイレイナとしては今のところこれが決定版みたいですね。まあボリューム的に考えてもね、イレイナ好きであればこれはお買い得ではないでしょうか。個人的にはおすすめです。で同じく角川系でいきますと、こちら角川のリゼロのエキドナお茶会バージョン、これが 23% オフの 14,000 円ポッキリとなっております。でこれもですね評価はねそんなに悪くないです。49件の評価が入っていて平均値が 4.4 と、まあエキドナのフィギュアも少ないのでね、まだなので、まあエキドナ好きの方であればいいんじゃないでしょうか。椅子に座ってるフィギュアというのも珍しいですね。でそんな角川からはこちらもあります。このスバのアクアオイランバージョン、こちらが 22% オフの 16,373 円です。まあこれはね評価が2件しか入っていないので参考にならないんですけれども、どうでしょう。オイラン姿のアクア、ちょうどこう水芸をしているところなんですけれども、あれですかね、やはり肌面積が少ないと厳しいんですかね。まあアクアといえばね、履いている履いていないとかありますけれども、まあでも楽しい雰囲気のフィギュアですよね。まあこういうのもいいのではないでしょうか。で同じく角川のこのスバのめぐみロックバージョン、これが 17% オフの 14,680 円です。これなんかね良さげなんですけどね、なんでこれこんなに人気がないのかな。まあ人気がないわけでもないんでしょうけれども、結構ね低価格で売られ続けていますよね。でこちらは評価が17件入ってまして、平均で 4.7 と、まあかなりね高い評価なんですよ。確かこれね網タイツの部分もリアル網なんですよね。いやーなんでしょう、まあちょっとねいつもとは違う雰囲気のめぐみんということで、これがいまいちなのかな。でもねこのアニメジャパンの T シャツを着ているところなんかも面白いですけどね。うん、個人的にはおすすめだと思います。でそんなめぐみんはこちらもあります。さらにお安いと、でこれもね角川のひまわりワンピースバージョン、これはね 31% オフの 13,300 円っていうかね、これ元がね結構するんですよね。まあなんでこんなにお高いんでしょうか。ただねその分まあ適正価格というわけではないんですけれども、かなりね買いやすいお値段になっているということですね。でこれもね評価が9件入ってまして、平均が 4.3、 まあまあまあってところでしょうか。ただね写真を見た限りだと結構ねいい感じなんですよ。特に個人的に僕ねこのバックショット、これがなんかねめぐみんらしからぬセクシーさがありますよね。あとこの麦わら帽子もかぶっているし、まあ元の値段はお高いですが、この金額ならねお買い得って感じがしますかね。
そして同じく角川のこれもめぐみんチャイナドレスバージョン、これが 20% オフの 14,746 円。これはまたね、さっきのワンピースとはまるっきり別人ですよね。うん、まあ、顔もね子供っぽくなって、で肌面積も増えていると、まあ、これも結構良さげなんですけどね。うん、まあでもめぐみんのフィギュアも結構出過ぎなんでしょうか。でこれも評価は少なめの発見で平均値が 4.4、 まあこれもまあまあ。で確かこれはねユンユンも出ていたんですけれども、まあそれとね並べて飾るのもいいのではないでしょうか。ただねユンユンの方はね安くはなってないんですよね。うん、やっぱりね数の問題でしょうかね。そしたら今度は変わってですね、アルターの方に行きます。ライザのアトリエのリラ、これがね 27% オフの 15,000 円、ぽっきりです。いやー結構お安くなってますよね。これね僕も買ったんですけど結構いいですよ。ただなんだろう、意外とこれもまあ肌面積が少ないなのであまり売れないのかな。結構ねスタイルもむっちりしているんですけれども、でもねほぼほぼまあ隠れちゃってるんですよね。うん、ただねこれタイツフェチにはたまらないと思います。僕もねレビュー動画をアップしていますので、よかったら参考にしてみてください。で評価の方は10件入っていて、で平均で 4.5、 まあ出来はねさすがのアルターなので個人的にはおすすめです。でアルター好きの人にはこれもおすすめ、アイマスの神谷奈緒一陣の情熱バージョン、これが 30% オフの 13,800 円です。これねクオリティから言うと信じられない価格なんですけれども、これね定価が2万円を切っているんですけど、その時点でねお安いとも思いますし、それが今だと 30% オフですから、驚愕の金額だと思います。P でこれを買わないのは信じられないと、まあそんなレベルですよね。まあでもアイマスはあれですかね、海外とかで売れないのかな。うん、で当然ながら評価もねめっちゃ高いです。22件入ってて平均が 4.9、 ほぼ満点ですね。で同じくアルターのアイマスだとこれもあります、佐々木千恵のパーティータイムゴールドバージョン、これがなんと 40% オフの 9,820 円です。なんと1万円を切ってます。僕はちょっとね、アイマスは詳しくはないのでわからないんですけれども、まあでも好きだったらこれ絶対買いですよね。うん。で、こちらの評価が11件入ってまして、満点です。オール5です。もうこれね、P なら絶対買いよと。まあそういうことですよね。で、他にアルターでお安いのないかなと探してましたら、キリトくんがお安くなっていました。これが定価が 18,480 円のところ、アマゾンだと 12,970 円と、なんと 6,000 円近くもお安くなってます。まあ男だからねまあそれは関係ないか。でもね僕もまあ買わなかったんですけど、でもねアスナと並べたいと思う方は今がお買い得ではないでしょうか。でそんな SAU からはこちらも出てます、アクアマリンの閃光のアスナ、これね何度か紹介しているんですけど、まあ、数が相当多いんですかね、未だお安いと。これ元の価格が税抜きの 15,800 円なんですよ。なのでもうまあ半額以下なんですよね。ただこれね中古だともう 5,000 円を切ってますから、ちょっと驚きです。でこちらは16件の評価が入ってて、で平均が 4.3、まあ純白のパンティーを拝みたい方はいいんじゃないでしょうか。まあアスナもねまだまだ新作出てきますけどね。でそんな SAO からはこちらもあります、ホビーストックの勇気の水着バージョン、これが 38% オフの 13,900 円です。いやーこんなのあったんですね、なんか全然知らなかったな。最近はもうね水着フィギュアですらお高いですからね。うん、まあだからこうやって安くならないとなかなか買う気になれないところもありますが、でもねこちら評価が11件入ってて平均が 4.6 となっています。でこれもねホビーストックなんですが、トラブルの小手川優衣ワイシャツバージョン、これもこんなのあったんですね。小手川さんがワイシャツ1枚なんですかこれ。いやこれねパンツは履いてるんですよねいやまさかね履いてますよね。いやーこれでもおじさんこれ買っちゃおうかなちなみにこれがですね 37% オフの 11,400 円です。まあこれもね元がお高いような感じはするんですけど、でもね今のこの価格で小手川さんのこのフィギュアはね、いやーいいんじゃないですかね。で評価は12件入っていて平均で 4.3、 まあハレンチですね。
で、すいません。前にも紹介したと思うんですが、お安くておすすめなのをいくつかね、紹介します。で、こちらが少しずつ値上がりしてきてますが、まだ安いと、アルファマックスのデアラの時咲くるみ、ビキニアーマーバージョン。これが 17% オフの14,480円。前に紹介した時よりも2000円くらい高くなってきてるんじゃないのかな。で、これもね、評価は高いです。35件入ってて、平均が 4.8。いやー、めっちゃいいですね。まあ、僕もね、買ってないんですけども、この際買っちゃおうかな。あとこれもことぶき屋のエヴァのアスカのゴスロリバージョン。これがね、44% オフの7900円です。で、これね、なんでこんなにお安いかと言いますと、これ再販なんですよね。で、タイミング的にも結構ね、エヴァのフィギュアがたくさん今出てきているのと、まあ造形もね、古いのでね、それでお安いのかもしれません。ただね、評価は高いです。59件も入っていて、平均が 4.7。まあほぼね買った人は満足されているのではないでしょうか。で、安さで言ったらね、これもあります。青島の鬼滅の刃の胡蝶忍。これがね、56% オフの7696円。これもなんですかね。まあ評価はね、悪くないんですよ。48件入ってて、平均で 4.3 です。ただね、胡蝶忍だったらこっちがいいかも。アニプレックスの胡蝶忍。これがね、9% オフなんですが、14320円。ただね、これ、元々がアニプレだから、定価販売だったんだと思うんですよ。それが送料込みでこの価格ですから、欲しかった人にはね、チャンスかもしれません。これもね、評価は高いです。15件入ってて、平均で 4.6。まあ、だから買うならね、こっちの方がいいかもしれませんね。と、まあ、ちょっとね、長くなってきたので、ここまでといたしましょうか。で、前にもね、紹介したやつで、まだ安くてね、良さげなのもあるので、それはね、下にリンク貼っておきますので、よかったら見てください。ただね、あまり無理はしないでくださいね。あまり安いからといってね、フィギュアは計画的に買いましょうね。